後半は佐藤建設のキックオフで再開という形になります。佐藤建設のキックオフキッカーは19番の近藤。ショーへリターン、これは佐藤建設カバーよくリターナー自陣20ヤード付近で止められました。この位置からショーへの攻撃と変わります。金沢選手、翔英の方にいることが確認できました。翔英の45番の選手かと思われます。翔英、自陣20ヤードからファーストダウン10。さあ、まずトスしまして、左オープンへのスリープレー。14番、そのブロッカーが空いた穴をつきまして約3ヤードの原因としています。14番は橋本。翔英セカンドダウン7、ボールオンは自陣23ヤード。ナイスラン、ファースター何枠29番、ハンドオフを託されまして右オープンへのランプレー、オフタックル付近切り上がりまして攻撃権更新です。ショーエーブラザーズファースター、見事攻撃権更新果たしましたのは29番の柏原。ショーエー自陣30ヤードからのファースタウン10。ナイスパスカット、クォーターバック2番、ここで右に展開したレシーバーにパスを投じましたが、これを果敢にも佐藤建設5番が飛び込みましてパスカット、相手選手に接触しないギリギリのタイミングでの素晴らしいパスカバーでした。見事なパスカバーを行いましたのは佐藤建設5番の有本。翔英セカンド安定になります。中央へのプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、このイエローフラッグ、果たしてどちらの反則を指しているでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜体となります。従いましてオフェンスチーム、先ほどのプレーを無効とし、この5ヤードを生かしました。5ヤード前進しセカンドダウンやり直しという形になります。翔英自陣35ヤードからセカンドダウン5。不成功。クォーターバック2番、ランプレーのプレーアクションからワイドレシーバー28番にパス、しかし28番これに飛びつきましたがキャッチミス。
パス不成功となりましてサードダウンに変わります。翔英サードダウン5、クォーターバック6番右にロールアウトしパスを投じようとしましたが、これを見計らって佐藤建設65番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めフォースダウンとします。見事キュービーサーク決めましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ65番の溝口。翔英フォースダウン12、パントフォーメーション、ナイスパント。このパント絶妙のバウンドで奥に転がり込みまして佐藤建設陣15ヤード付近で攻守交代となります。パントは攻撃放棄となるプレーではありますが、しかしそのパントの成否によりまして大きく陣地を押し返すことに成功できます。陣地そのものは先ほど申し上げました通りアメリカンフットボールの勝敗には全く関係はありません。しかしミスが生じた場合の得失点の確率は大きく変わります。この優劣を表す位置としてこの陣地をご確認いただければ幸いです。さあ自陣16ヤードから佐藤建設ファーストダウン10、ここで翔英ディフェンス躍進します。中央へのランプレー突破図らんとしましたが、ここを翔英3番98番見事に対応しましてノーゲインとしています。素晴らしい対応しましたが翔英3番の後藤、98番の西原です。さあなんとかこの状況を打開したい佐藤建設。ボールオン自陣15ヤードからセカンドダウン11、これフルバックのダイブプレー、手前にいたブロッカータイプの選手にボールを持たせまして中央密集点突破を図りました。キャリア3番この期待に応えんとゲインを重ねまして約5ヤードほどのゲインを取っております。翔英失礼しました、佐藤建設自陣20ヤードからサードダウン6、さあここでもランプレーにより突破図らんとしましたが、しかし獲得距離1ヤードほどでフォースダウンと変わります。佐藤建設フォースダウン5、どうやらパントフォーメーションを取る模様です。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクとなります。本来は佐藤建設もこういったランプレーに関しては伝統的に強い力を持っているチームです。しかしこの試合は翔英ディフェンス陣が奮起しておりまして、このランプレーが機能しておりません。逆に翔英の方は本来ならば山西のパスが中心のチームですが、本日の試合はランプレーが非常にうまく効果を発揮しています。この点が現在の優劣をある程度示している状況ではあると思われます。
本日は岡山地元開催ということで、佐藤建設にも多くのファンが集まってきております。なんとか期待に応えたいところですが、照英、失礼しました、佐藤建設フォースダウン5パントフォーメーションを選択します。これも激しいプレッシャーありまして、パントは大きく蹴り返せませんでしたが、しかしイエローフラッグが出ております。さあこの反則はどのような形で施行されるでしょうか。ランニングイントゥーザキッカー、ボールを蹴っている動作の最中に相手選手が接触したという反則です。この反則は比較的軽微な扱いですが、しかし5ヤードのバッタリという形になります。この5ヤードの罰則が入りましたことによりまして前進しておりますが、しかしフォースダウン1残り1ヤードという状況になっております。佐藤建設、ここは無理をせず同じくパントによりこの陣地を挽回する選択とするようです。現在その判定に関して審判団の中でも協議が割れているようです。判定確定するまでしばらくお待ちください。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。数多くの企業様、そして個人の方々のご寄付、ご記者によりましてこの配信は実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。できる限りそのご期待に応えられるよう、私も個人ではありますがこの配信に全力を尽くしたいと思います。罰則が施行されまして残り1ヤードという状況でフォースダウンに変わります。佐藤建設、やはりパントフォーメーションでパントを蹴りましてこの状況打開を図ります。このパント転がりよく照英陣38ヤード付近でボール止まりまして、この位置で攻守交代となります。さあなんとか得点アゲント佐藤建設、攻撃展開図りたいところでしたが、しかし打開点ないままパントという形に終わりました。照英はこの間隙を突くことができるでしょうか。ボールオンは自陣38ヤードから照英ファーストダウン10。
さあ、ジェットモーションスイープは果たしてどこまで原因となったでしょうか。攻撃権更新です。翔英ファスター、まず最初のプレーがジェットモーションスイープときました。これに託されましたワイドレシーバー10番スピードに乗って右オープン展開し攻撃権を更新しております。翔英ファスター、ワイドレシーバー10番は大倉。翔英自陣48ヤードからファーストダウン10、パス不成功。ここで翔英はスクリーンパスを投じました。ランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図りましたが、しかしこのパスがオーバースロー、セカンドダウンに変わります。翔英自陣48ヤードからセカンドダウン10、これは佐藤建設ナイスディフェンス。密集点突破図らんと中央へのランプレーを敢行しましたが、これは佐藤建設ディフェンスライン陣見事な対応をしましてラン2ヤードにとどめております。ゲイン1ヤードに訂正します。翔英サーダウン9、ボールオンは自陣49ヤード。パス不成功。クォーターバック2番プレッシャー浴びながら左方向にロールし、ワイドレシーバー5番にパスを投じましたが、しかしコントロール定まらずパス不成功となっています。ダウン表示誤っておりましたが、翔英フォースダウンに変えます。翔英フォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。佐藤建設ここでフェアキャッチシグナルを出しまして、ここでプレーはストップする形になります。佐藤建設自陣11ヤードの位置での攻守交代となりました。フェアキャッチはハンドシグナルです。審判にその指示が分かるようヒットを受けても、ヒットを受けないようにするためにキャッチ前に腕を振る動作がフェアキャッチシグナルですが、先ほどのシグナルがそのように判定されました。佐藤建設自陣11ヤードからファーストダウン10、この判定はどうか。パス成功、ファッサークォーターバック中7番、ここで思い切ってロングパスを投じました。一旦はディフェンスに弾かれる形になりましたが、これを見事ワイドレシーバー15番キャッチしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファッサー見事な集中力でこのボールをキャッチしました。ワイドレシーバー15番は鎌倉、愛媛大学出身のプレイヤーです。佐藤建設ファーストダウン10。さあ今度はランプレーも出ます。
何枠47番ハンドオフを託されまして中央突破し約7ヤードのゲイン。見事なステップワークでこう前進図りました。ランニング枠47番は古川。佐藤建設自陣40ヤードからセカンドダウン3。さあ再び中央へのランプレー、果敢にも飛び込みましたが、さあ攻撃権は更新になりました。佐藤建設ファスター、今度はエースランニング枠9番ハンドオフを託されまして右オフタックル付近突破し攻撃権更新です。佐藤建設ファスター、見事責任応えました。ランニング枠9番は上野。佐藤建設自陣43ヤードからファーストダウン10。さあ再びラン化されます。今度はランニング枠91番同じくハンドオフから中央突破しそこから左にカットワーク切って約7ヤードのゲイン。見事なランを見せましたがランニング枠91番の芝、こちらは徳島大学出身のプレイヤー、そしてかつて佐藤建設のエースランニング枠として長年チームを率いておりました選手です。今季ベテランとして復帰してまいりました。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして昭栄ブザーズ16点、佐藤建設スタンディングベアーズ6点、攻守方向入れ替え最終クォーター第4クォーターに移ります。